球より上手い人は見たことないですよ。あ、そうですよ、はい、余裕ですよ、はい、おー、すげえ。一個持ってる。サバシ違うの？はい、違う。あわ正解です。えぇ、ーはい、これはあの、お気に来ましたね。いやクリア。いやいや、まだ出してないでしょ。出してない。はい、問い8番です。はい、いきますよ。じゃじゃん、ラッシュ中の話です。はい、はい、ラッシュ中97回転目98回転目99回転目はいはいはい、はい、秀吉が喋ると確定だったりしますよね。その3変動ごとのセリフを書いてください。97、98、99ですね。はい。わかんないですか、もしかして。いや、余裕でした、この余裕、はい、あ、そうですか。はい、あいくちょっと早くさ、はい、あいくはい、簡単でした。簡単でした。はい、あー、オッケー。じゃあ見せていただきましょう、はい、正解どうぞ。はい、こちらが正解です。はい、はい。97回っていうのが、やるじゃないですね。97回やるじゃない。やるじゃない。言いま すか、ね、俺の名を言ってみろ。聞いたことあるな。回転目が、うん、さらば我が最強の敵最愛の弟を転がきさめ水した兄直る剣だ。はい、残念。正解です。はい、はい、正解です。溺れろ、溺れろ。何ふざけてんだよ。めっちゃ芸人っぽいこと言ってんじゃん。知らないっすよ、こんなの。知らない。選んでないっすもん、だってあのそのモードで。いやいやいや、戦モード以外選んでないっすもん。行きかけでしょ、行きかけでしょ。行きかけ、行きかけ出てくる。行きかけ出てくるぞ、これ出てくるよ、セリフで。じゃあ答え言っときますよ。はい、はい、97回目は、うん、やりよるわ、うんうん、と惜しかったですね、だから、ね、あー、うん、そんなこと言ってますね、それ、はい。で出てくるはずなんですよ。意外と惜しかったですね、やるじゃない。そうそう、意外とね。やるじゃない。口調だけ違った。違った。意味は違ったけどね。98回目、うん、お見事。お見事なんだ、はい、シンプルですね、うん、で99回目は、うん、あっぱれよ。あっぱれよね、はい、あ、なんかあっぱれは途中でありそうな気がしたけどな。はい、転生とかにあっぱれね、というのが回答でございました。はい、正解です。これ100回転目に当たったらどんなのか知ってます？100回転目知らん。なんだっけ、100回転目はなんかすごい演出で当たったな、なんか忘れちゃったけど。忘れちゃったの？教えてくれる流れじゃないでしょ。、ね、というわけで、今のところ8問中、5問正解と、はいはい、いうことですね、はいはい、ってことはこの後2問を9問目と10問目ですね、はい、これ当てないと、大罰ゲームということなんですね。今もうお気づきかと思いますけれども、問題の傾向は、どんどん難しくなります。はい、まだこれ以上難しいの難しいでしょ。もちろん技術面とかないですかね。技術面は、人によってさまざまなので、取り入れません。真実はいつも一つ。期待勝負ですね。はい、違うわ、これなんだろう。今日はじゃあいきますね、早速。はい、はい、じゃじゃん。まずはですね、こちらの映像をご覧ください。はい、見ましたね。おのれの起きて、はい、はい、おのれの起きて、はい、すなわちなんたらかんたらって言いますよね、はい、この後、はいはいはい、そのセリフ全部答えよう。書けました？はい、余裕です。はい、余裕でしたか。はい、はい、じゃあ早速見せてもらいましょうか。せーの、すなわち、はい、祇園精舎の鐘の声、皿長寿の響きあり、乗車必須の断りを表す、ボタンを押せですね。はい、はい、不正解です。やろう。全然違ったね。
違うかの時も。はい、違う。なぜこれは割れなかったんですよ、これ割れなかった。そして正解でございます。はい、正解は正解、正解流しましょう。じゃあね、いきますよ。はい、はい、名シーンでした。正解は義のためならば平然と命を賭せるもののことである。あ、名台詞じゃん。モノノフチャンスだったら言いましたけどね。モノノフチャンスって言えたの。それはすごい。群雄割拠の戦国を華麗に生きた人に熱き男の魂を何人いたら客が誤差すこと。おお、言えるね。あ、ちょっと運が悪かったね。そっちはしょっちゅう来るけど、はい、あんま来ないですもん、こっちは。じゃあ最後言っておきましょうか。はい、最後は気に入りましょう。はい、最後はね、あのサービス問題とかは特にございません。ちゃんと最上級に難しい問題を用意しています。じゃあ、はい、そこをクリアしたらもう OK にしましょうよ。あ、いいよ、これ答えだったら、うん、あの本当に OK にする。もうそれぐらい自信があるんです。最後の問題、てて花のゲージ、うん、ジャンプで連載してましたね、うん、あれの作者さんは原哲夫さんですけども、はいはい、原哲夫さん、その親戚に実はお笑い芸人の方がいらっしゃるんですね。はい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 、原哲夫さんの、いとこにあたるその芸人さんの名前は何？あ、これ分かるかもしんない。マジ？あ、これ分かると思う。ほんと？それやばいっすね。ほんと？うん、よっしゃ、待ったー。マジ？ほんとに分かる？ほんとに分かる？分かる、これ。マジ？これは分かった、よかった。マジ？ほんとに言ってる？ちょ、変えてみ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 。よし、意外なね、お笑い芸人さんですね。意外なお笑い芸人さん。はい、じゃあ、正解どうぞ。はい、阿部寛。ベベーこれ聞いたことあるんだよ。阿部寛ってさ、俳優さんじゃん。でもすごい、残念ながら正解違う。どっちとかです。とりあえずやってもらいましょう。はいはいはい、はい、おい、おい、おい。誰だっけ、聞いたことあるこれ。多分ね、あるかもしんないね。出てこなかった、出てこなかった。はい、で答え言いましょうか。はい、はい、答えは、深川亮さんです。あー、そうだそうだ、なんか深川亮さんの似顔絵とかを原哲夫さんが描いてんだ。そう、なんかね、結構ね、そこでやってるみたいな、行列かなんかで、うん、ニュースで見たけど。そうだ。はい、出てこなかったこれ。はい、ということで罰ゲームです。そしてカメコはパチンコ刑事漆黒そんな好きじゃない人です。いやいやいや好きですよ、相当相当打ち込んでます、僕は。いやいや、ちなみに感想はどうでしたか。感想、はい、あれもいい問題多かったんじゃないですか。あ、多かった。うん、ああ、それは良かったです。ああ、ちょうど良かったです。はい、まあ実は北斗の日のが僕が好きだったんでね、実は。本当に言ってる、はいはい、あ、そうです。そっちでお願いします。まあ、それ考えておきましょう、またね。はい、はい、他の、花の刑事漆黒パチンコクイズは以上です。はい、ということでお待ちかね、罰ゲームでーす。イエーイ。おい、そこ君がやりたかった罰ゲームだよ。やりたかってないよ。いや、これやばいって、本当に。今回の罰ゲームね、発表しましょうか。まだ皆さんにはまだですからね。はい、カルカクで見せましたけども、こちらでございます。はい、てて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 てんてん。はい、うん、AV 男優になってもらいます。違う、あ、違う、人がいいわ、まだ。あ、そうか、確かにご褒美になっちゃうな。はい、これ18禁書いてありますけど、これ18禁カレーです。どんなカレーなのって言ったら、まあ簡単に言えばですね、あの辛口なカレー、まあ激辛ですね、これね。これ裏側、これ見てください、これ。こう左下のところにね、辛さ書いてあるんですけど、これ見て、これ激辛とかでも何でもなく痛いって書いてあるんです。辛すぎますので18歳には食べるの禁止。開けて、ね、はい、西村さんがドンキでこれなんかすごい嬉しそうに来て、すごいの見つけたって来て、うん、これ僕買いましたからね。これいくらすると思いますよ、これ1500円で僕自腹で買いましたからね。1500円にするレッテルとかやあります。じゃあ18禁カレー、はい、はい、
実食といきましょう。はい、ということで温めてきましたよ。そんなに嫌だ、うん、昨日一緒にカレー食べて中辛僕残してますからね。確かに中辛頼んで辛すぎるって言って残してますからね決して料理を残すことない僕がまあ罰ゲームなんでね、行ってみましょう。香りどうですか。香りはいや、もう普通に、まあでも辛くなさそうだよね、今のところね。見た目はね、うん、飽きていいんじゃない、美味しそうだよ。ここの準備はいいですかね。いいですか。できてないですけど。できてないか、うん、行きましょう。はい、じゃあ罰ゲーム辛子、辛口カレースタート。いますね、手が震えてるんですよ、僕マジで怖くて。ダメ、辛い。顔真っ赤だよ。ブルガリア飲んでる、ブルガリア飲んでる、あの人ギブアップですか。うえ、舌洗ってる。おかえり。シャワーで、はい、口の中ずっと10分くらいやってたんですけど、うん、本当にダメですね。肉は食べました、一個僕肉食った。うん、肉自体はどうだった、辛かった。知らん。これ誰が食べれるのって感じだよね。食べれる人いるこれ。そんなレベルよね。うん、でもほらもう唇がもう腫れてるもん、めちゃくちゃ。マジで。うん。もう真っ赤っか。ちょっとリアクションも取れなかったかもしれないですけど、すいません。十分だよ。十分取れたよ。というわけで罰ゲームはちょっともう続行不可能。もう一回言ってみる？無理無理。これはマジマジで。はい、というわけで、カラコの罰ゲームでした。またこう次回もね、違うパターンでパチンコのクイズとかね、やっていこうかなと思っておりますんで、ぜひ皆様楽しみにしててください。最後何かありますか？リアルなやつだな、それな。また次回の動画楽しみにしててください。じゃあバイバイ。